おはようございます。チャイさんはこれから幼稚園に行きます。あくびしてるの初めてだね。どんな感じになるかね。あくびしてる場合じゃないよ。他のワンちゃんと仲良くできるかな。仲良くできる？チャイやる気ある？やる気はないよね。じゃあちょっとどんな感じになるのか行ってみたいと思います。はい、チャイさんは幼稚園から帰ってきました。あれ出てきた。チャイさんお帰りなさい。チャイさんが幼稚園から帰ってきました。今日どうでした？なんか眠そうだね。今日疲れた？今日の様子というコメントをもらったんですけど、ドキドキの初幼稚園。最初は端っこにいたチャイちゃんでしたが、少しずつ他の子がいる場所にも行けるように。まだまだ怖いことは多いと思うけど、少しずつ慣れていこうね、というコメントをもらいました。普段ドッグランだと、あの蜂の方にいたりとか、他の子に全く興味を持ったりしないんですけど、今日は少し興味を持ってくれたみたいですね。で、今日の様子の写真ももらいました。なんかこんな感じで、基本的にどの写真もチャイさんは他の子から匂いを嗅がれてびっくりしてるような、そんな感じですね。の左下の写真なんてすごい切ない感じですよね。今日行った幼稚園のインスタにも動画が上がっていたので、ちょっとそれも一緒に流したいと思います。幼稚園どうだった？楽しかった？お迎えに行ったらずっとキュンキュン言ってたよね。また行こうね。やだ。また行こう。行こう。じゃあまた行ったらレポーティングしたいと思います。そうそう、久しぶりにチャイさんに首輪をつけてます。これね、首輪ね。ではさようなら。